さあ、本日はですね、皆さんに間違い探しをやっていただきたいと思います。ほう。はい。これをね、小学校の先生みたいな。幼稚園今日か。は、幼稚園レベルなの。いいですやか、りた皆いと思いさん。ます。今日は先生と一盛り上緒にが間らんけど。違い探しをやっていこうと思い あまれ、す。もうなりきってる。やっはい。たー。先って生になりこまとしなたんですが、今回この I'm on observation duty 5、ね。duty 4何ですね。まあ、マ5サベーをちょっショとこの間やったんですけン。ど、マサベーションだよまね。あ、1個ね、何を1言っ個てた前か。の4をですね、この4人で1よ回くやってみ進たいめなるとな、思こいれ。ます。私、配信ではやったんですけど、まあ、動画では初めてなんで、今回はやっ俺らていのきたい声と思聞こえいてない時あるよ。ます。はたい。まにミュートして説明してる時あそれでるは早速やっていきましょう。ゲームス私、タこートれミュートでしてる時あるよ。す。ザ・シティハウスからやっていきましょう。ちょ始まっちょ聞いゃってほた。しいのが、まあ、ゲームのルール説明させてください。いや、そうだよ。はこれい、は大はい。事に聞かなきゃね。そうね。今これ12時からスタートなんですけど、朝の6時まではい。ほう。耐えますと。で、危こ険この、だよ。部屋の何かが変わります。勝手に。はあ、何か。だから、ここをまず覚えてください。むずっ。で、物の配置が変わったりとかってこと？そう、物が消えたり動いたりします。はいはいはい。で、いっぱい部屋あるんですよ、だから。ちょっと同じ画面見てりゃいいわけじゃないんだ、じゃあ。もちろんもちろん。はい。あ、そうなんだ。で、気づいまあ、たら、あの女性が脱いでたりとかもあるってこと？あ、もちろんもちろんもちろん。ああ、なるほど。それは期待だね。なんで、確かに。それだけ見てるわ。で、もうね、俺も10分過ぎぐらいから次々変わっちゃうそんので、まあ、次々ちょっと回していくので、今、次々覚えてください、皆さんも。キッはい、多くないいや、無理無理、まだ。数が多い、数が多いな。最初は2部屋ぐらいにしてよ。俺ら 1K 以上無理なのよ。そうだよ、無理よ。そうだよ、もう。だからこのね、線路とかね、部屋が。はい、覚えてくださいね。まあまあ、何人ちょっとずつ変わっていくので、まあ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 、うん。最初からね、ちょっとね、もっと早いペースで行かなきゃいけないんだけど、まあまあ、こういう感じですね。倒れてますよね、こういうふうにトイレッね。トペーパーが。はい。うん、倒れてます。で、これもサウナですね、サウナ。多いな。え、サウナあんの？すげえ。サウナあるんですよ。何いい部屋住んでんだよ、こいつ。いいところ、ビールとか、瓶とか。でも自己物件だからね、この部屋。安いんだよ、安いんだよ。一周してきました。はい。あ、じゃどっか変わ、そう、どっか変わってるかもしれないので、ちょっとずつ見ていきましょう。まあ、パッと見変わってねえな。この部屋は変わってないよね。変わってないです、これは。はい。じゃ次行きましょう。はい。次はどうですか？変わってない。あ、服着てない。あ、脱いでない、脱いでない。大丈夫。じゃあ何も変わってない。変わってない。あ、変わってない。了解了解。はい。これどうですか？なんだろう。左の絵とか俺あんま好きじゃないかも。あ、好きじゃない。意味がわからないね、あの絵。はまあまあ高いんだよ、ああいう映画。あ、そう、そういう映画高いの？そういう映画だ。ね、こう覚えておいてね。竹のもんしか見てねえな、こいつ。うん。ちょっと、どうですか？どうですか、こことかは。手に触れんなよ。手に触れんなよ。あれ、線路の絵だね。スタンドバイミーか。もう壁しか見てないもん。どういう変化の仕方するかがまず分かってないもん。確かに、初めてだから、そういう要領分かんないもんね。そうね、一応ね、レポートでは、例えば、このアビスっていうのは、なんか黒い塊がこう、部屋中に広がってって、広がりきっちゃうとゲームオーバーってやつ。なんか黒い点が見えてるぞ。それは分かるね、誰かがいるとか。じゃあ、カメラ、このマニフェクションっていうのは、このカメラがいつの間にかなくなってる。だから、いつの間にか心に映らなくなったりするんですよ。映像がもうなくなってるみたいな。で、それに気づいた時に報告すれば OK。で、それはわかるね。で、ディストーションは画面全体が歪みますと。あ、いろんな種類。それもわかるわかるわかる。で、ドアがオープンとか、あるいはそれもわかるわかるわかる。で、エキストラオブジェクトってのは、いつの間にかアイテムが増えてます。アイテムというか何かが増えてる。これは無理。はい。はい、無理。なるほど。で、ゴーストってのが、なんか変な、なんか透明な幽霊がどっかにいるんですよ。それは分かりそうですね。はい。で、なんかこの間にもういろいろ起きてそうだな。あ、ちょっと一回、だから戻しましょう、説明。あんま聞いても分かんなくなっちゃうから。で、イントゥルーダーってのが侵入者です。なんか変な、あの、ハゲの侵入者がいつの間にか入ってることあるんですよ。それを報告忘れるとゲームハゲかどうかは、皆さんの動画のサムネに変態がいっぱいいたことだけ。そうそうそう、そういうことです。ああ、そういうのか。あれは、そうですね。確かにサムネ見たことあるかもしれない。で、ライトなんとかっていうのは、これライトがどこかすごい照明が明るくなったりするときはライトなんですよ。全然わかるわ。それわかりやすいじゃん、そんな。で、オブジェクトなんちゃらっていうのは、アイテムが消えてることですね。例えばここにいつの間にかキャラツがなくなってる。それきついね。もう誰かがトイレットペーパー盗んだり。そうそうそう。ね、で、オブジェクトムービーのところがいつの間にか動いてる。て本がこっちの方に来てるとか。これ難しいです。相当難しいよな。はい。で、アザーっていうのは、全部を含めてですね。例えば床の色が変わってるとか。そういうのがあるんですよ。壁紙が変わってるとか。
はい、いやもうそんなんは分かっちゃうよ、さすがに。そこら辺分かんねえ。物移動と物消えさえなきゃいけない、ね。そうね。じゃあもう、この、ペインティングなんとかは絵のが変わってるかどうかですね。あ、それ任して。じゃあちょっと一回、今時間食っちゃったので、もう一回最初からやるので、もう一周見れますので、ちょっとこれで覚えましょう。今切り替えたらもう、侵入者いるとかなっててほしかった。はい、あー、なるほど。まあ、さすがにちょっとすぐにはね。4人で4分割して場所担当してみたら絶対わかるけどね。分担、どうかな。はいはい。なんかね、そういつも結構大胆に、例えばここのものが急になくなってるとかあるんですよ。あ、テーブルの上がちょこっととかじゃないか。あ、ここでももしこれが回ってるリモコンがこっち来てるとか。やたら雑誌置いてあるな。これはちょっと覚えにくいかもしれない。ここなんかちょっと覚えづらいよね。物がごちゃごちゃあるね。左下の物1個増えてるとかわかんない。これはちょっと難しいね。でもこれちょっと覚えるよね。ニコニコずつあるって考えておこう。あ、そうですね。そういう風に見てもらって。ニコニコ動画って考えておこう。どうした？ちょっと覚えづらいな。どうした？なんだそれ。怖いな。もう今お前が何て言ったかわかんない。出身だろ？よろしいですか？どうぞやってきましょう。A 落ちてますよね。はい、落ちてるね。もう落ちてるね。タイヤもある。下にこれ変なガスボンベみたいのがあるね。絵はこんな絵だよねって。バセよくこれクリアしたな、すごいね。確かにすごいね。いやまあまあそれほどでも。わかりやすいのだったらいいんだけどな。普通に受け取ったら。これね、アートアートになってね、これ曲がってたっけとか考えたりするから、これ曲がってる最初からね。熱波師が出てくるとかもありえるのかな。熱波師。あるかもしれないね、それは。はい、じゃあもう多分、どっか一個変化があったかもしれない時間ですね。もう起きてる可能性あるんだ。もう起きてる可能性。そうなんだ。12、3分ぐらいから来るので。あ、そうなんだ。部屋は違うんじゃない？違いそうだね。大丈夫そうだよね。ここはどうですか？大丈夫に見えるけどな。大丈夫そうだね。特に変わってませんね、これは。わかりました。はい、次行きましょう。これも大丈夫そうだね。大丈夫じゃん。ニコニコだから、まあ。ニコニコ。やっぱ覚えてんじゃねえか。覚えやすくなっちゃってんじゃん。じゃあ次いきます。この上がっていいよ。ここどうですか？この部屋、明かりずれ。どこどう？この部屋確かに分かりづらいかも。線路の絵があったなって。あったね。あとヘッドホンつけてる丸いやつもあるし。はいはいはい。これありますね。大丈夫かな。あんま変わってないんじゃない？あれ？この床だっけ？おっ、確かに。すごい。床ですね。露骨に近くない？これは。床がコンクリートになってる。はいはい。こんなひび割れた感じじゃなかった。じゃあ報告してみますね、アーザー。誰に報告してんの、ガチさんは今。わかんないよ、これは。おー、OK です。OK です。おー！すごい！あ、でもこれは、すげえ。だったね。こういうことなんですよね。だからよく気づきました。でも気づかない時もあるんですよ。報告したら対処してくれんだ。そういうことなんですよ。これは床だしか言ってないのに、あと全部ガチさんやってくれるからね。ここどうですか？あれ、こんなに枕あった？俺も思った、それ。なんか枕の数多いよな。いや、あったでしょ、3つ。あれ、そうっけ？いや、3つあったって。じゃあ、エキストラ多いけど。いや、あったって。どの枕？あった。俺もなんか、本当に？なんか多いよな、枕。はい、正解です。おぉ！正解。こっち来んな。線の向こう行け。そういうこと、そういうことなんですよ。そういうこと、そういうこと。結構鋭いじゃん。素晴らしい、素晴らしい。鋭くないやついたけど。丸いやついたけどな。大丈夫かな？次行くよ。いや、ここは大丈夫だと思う。一定時間でこう、どんどん押していくよ、俺。ここもわかんねえ。ちなみに、これ難しい。気づいてもやってくれんの？まあ一応、うん、やる。じゃあ。ここでやってくれなかったらいつものやつになっちゃうからね。そう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 ね。俺の泳がせるやつ。そう。どっちが早いかにするだけの動画やで、ちなみに三かかせないでよ。3箇所放置したままだとゲームオーバーになります。あ、じゃあ結構箇所が見えるんだ。そう、一気にどんどん増えていくの。どのくらい放置しちゃったらアウトになるの？どのくらい？ちょっとわかんないけど1回目は警告が来るんだよ。あ、でそれ以降多分1分とかちゃんと。トータルで1分以上、うん、その、うん、3個の状態が続くとゲームオーバー。なるほどね。大丈夫だと思うけど、なんかドア開いてるとか超わかりやすいの来てほしいな。こういうとこね、こういうとこね。侵入者とかもわかりやすそうだしね。ないですね。歪みとかも
歪みとか分かりやすいよね、確かにね。とりあえずなさそう。なんか、あの、あっていうと言って、一定で押していくから。分かった。分かりました。いや、これは3つなのよ。なるほど。画面歪んでね。歪ん。え、嘘。あ、でも、ん？確かに。いや、どうなんだろう。一回ちょっと他の画面切り替えて。でもなんか言われるとそんな、はいはい、言われるとそんな気しちゃう。なんか絵の角度とかなんか確かに。歪ん。今1時です。1時です。大晦日。大晦日。あ、大晦日じゃない。はい、もう、ジョエの鐘が。あー、でも多分、歪みではないか。もっとグニャーっとなってくる。もっとわかりやすいな。もっとはっきりグニャーっとなる。なるほど、なるほど。あー、確かに。こんな。あ、ゆっくり進んでる。そう。やるじゃん。気づいた？早いね、君ら。早かったね、今ね。ここ。いや、これはわかるパターンだよね。そうね。こんな広くないもんな、ここ。確かに。で、違和感を感じて。なんか違和感。楽しい、このゲーム。楽しい。楽しい。またみんなでやるの楽しいな。ね、そうね、みんなで。ここどうですか？いや、まじ、え、左の絵こんなじゃないよ。じゃないよ、ね。こんな楽しいねえよ。そう、確かに。左の絵担当レトルトです。左の絵違います。なんか野菜とかだったよな。そうそうそう。なんか意味のわからない嫌いなやつ、嫌いなやつだったんだけど。もっと嫌いなやつ。じゃあ今のは好きってこと？いや、当ててる当ててる。すごいすごい。ゴンゴン当てるじゃん。ゴンゴン当てるじゃん。すごいすごい。やったー。壁見てるからね、俺。ここわかんねえんだよな、よく。ここな。この違いに気づかなそう。うん。この辺嫌い。まあまあ、なさそうですね。ここはどうだ？物なくなってるとかちょっと難しいな、ね、やばいよね。まあでも大体こんな感じな気はするな。なるほど、ね、細かいとこがあったらもう無理よな、はい、まあじゃあ次行きましょう。はい、ここはなんかもう結構覚えてるから変わったら分かる気がする。そうだね、物少ないからなんか分かりやすそうだな、うん、はいはい、じゃあ次行きます。まあちょっとね、はい、早めに回していかないと気づかないとね、まずいので。そうかそうか、うん、大丈夫ですか？さっきこれ変わってないですね。お前が傾いてんだろ。まあなさそうか。ここはさっきソファーのところか。ソファーの。そうそう、ね、ね、うん。でも連続で来ることもあり得る。そういうことだよね。そう。でも結構今まとめて、おっと、これ来てますね。あ、これだ、これ歪んでますね。これ歪んでますね。おお、これわかる。これこういうことなんですよ。これラッキーだよな。多分、うん、うん。ボーナス問題だね。こんな感じで来るんだ、歪み。こういうの、こういうのちょうだい、こういうの。そう、これも気づかないでずっと放置してるとゲームオーバーになっちゃうから、今ラーマ見に行って巡回したらなかった。どんどん切り替えないといけないんだ。基本俺右側だけクリックしてくるんで、あんま左戻らないんで。ちょっとわかんねえわ。はい。まあ大丈夫だと思うんだけど。大丈夫そうだね。はい。大丈夫かな。変わってない感じがするけど。そうだね、なさそうだね。いいとこね、このさ、階段の下みたいなとこが変わってたりもありえる。いや、もちろんもちろんあると思うよ。そっちなんかわかんねえよ。別の部屋だろ、それ。ねえ、わかんないよ。そんなのは。そう、あんまりゆっくり見てると、その侵入者とかに報告遅れちゃうから。あ、なんで、はいはい、白黒の縞模様が順番逆になってるとかあんの？わかんねえよ、そんなの。しかもどう報告していいんだ、それ。サイズの間違い探してる。サイズの間違い探し、めちゃめちゃ難しい。激ムズのやつ。激ムズが2個ぐらいあるから。なさそう。いつかこのね、女の人の絵2枚が変わるんじゃないかと。ちょっと待って。はいはいはい。テーブルの荷物減ってるな、テーブルのもの。あ、リモコンがない、リモコンがない。さっき俺ラッキーセブンで覚えようって言ってたもん。気づきました。これリモコンがないんだよ、手前の。これ動いてるんですよ、多分。リモコン動いてる。本当だ、リモコン奥にある。あれがリモコンなのか。リモコン奥にあって。よく気づいたな。え、すごい、確かに。やるじゃん。これはね、難しいやつ、今言われてきて。おー、やる。で、これ難しいだな。リモコン手前になったもんね。ここ見てたのか。よく見てたの。そうそうそう。でもそのリモコン見てたんだよ。なるほど、やるな。まあここもなさそうだね。ニコニコあるしね、ニコニコとニコニコは、うん、うん、はいはい、うん、大丈夫？覚え方いいのかそれ。なんだわ、文句あんのか。あれ出身だろ。あれ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 、あいねえやつだな。フロムニコニコだろ俺ら。始まってる。あ、やばいやばい、もう覚える気なくなってきちゃった。いや、覚えて覚えて。これから増えてくるから、今後ね、増えてくる。はい、いや、サウナの変化待ってんだけどな。サウナないな。すぐ見つけられると思うんだよ。あ、待って、この人か。サウナ、はい。ここ真ん中に瓶なかった、なんか飲み物みたいな。あ、本当だ。ただ、え、なんで今見過ごしたんだ。確かに。ありましたね。やるね。やるね。確かに。やっぱ物聞いてんの
分かってても気づけないんだね。気づけないんすよ。そうだね。俺も気づかなかったもん今、ね、うん、あ、じゃあ他の部屋なんて分かんないよ。大丈夫ですかここ。大丈夫だと思うんだけどな。まあ割といい報告だと。物減ってる、物動いてる、苦手だな。やばいんね。難しいねその辺はやっぱ。うん、あ、だいたい朝までにね25から6ぐらい来るはず、変化は。そんなに来るの？そんなに来んの。それ以下だと今ゲームオーバー。6つぐらいか。あ、やばい、そう、やばい、大晦日だ。 今2時ですね。ティラが近い、はい、はい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 、ティラが近い、ティラが近くに住んでると確かにボンボンうるせえよな、確かに、ここなんもないですね、確かにね。ここ来ない気がするな。変化ないな。はい、あんのかな、ね、そうそう、一番初めはもうあんまり、そう、もう最初の変化に気づいてない可能性あるんでね。あの脚立みたいなんて2段で合ってたっけ。まあ合ってたか、合ってるけど多分俺これが違うと思う。あ、いや俺も思った今、これ右下のやつ、これなんかあったっけと思っちゃった。本当だ、エキストラオブジェクト、多分 なかったと思う。俺もそう思う。すげえ、こんなとこに漂白剤みたいな、なんか便乗野郎みたいになっちゃってやだな。いや、まあまあ、いやでも違和感ってそういうもんだ。便乗野郎だったよ。今のは分かんなかった。いやいや、俺も思ったって言ってるから。俺もいいね、便乗野郎みたいになっちゃったな。いいんだよ別に。あ、でもまあまあまあいい、順調かな。大丈夫。なんかこの部屋とか来ないのかな、うん、そろそろ。なんもないねここね、確かにね、一度もないね。うん、多分動いてないと思う。あ、なさそう。ここも大丈夫そうで、後半になる方が激しく来るんで、ガンガン来るんだ、そう、ガンガン来る、うん、で報告忘れるとまずいってやつですね。みんな一回左下の個数見てんじゃないの。ここ、ね、見てる。まずそこからやってるわ。まあここなんかも何にも起きないね。ここもな、なんか見逃してんのかな。いや、見逃してるんでしょう。見逃してるかもね。うん、まあ常に1個ぐらいはどっか変わってるんじゃないかなと。物増えの方が難しいな。うーん、あ、かもね。俺は、うん、ない、違和感を感じないからね。あ、本、本は、おー、早いね。1冊減ってますね。はいはい、はい、まあ、あれまず見るもんね、やっぱ、うん、まず3冊だったから、はい、ここですね、3冊、はい、うん、お見事で、お見事です。いや、ちゃんと見る、ね、何個やってんだ。10個ぐらい行ったんじゃない。行ったか。うん、OK ですね、ここですね。はいはい、OK です、うん。さてと、こっちは、ここはでも、花はあったし。花あった。うん、た大丈夫っす。一回なったことがまたなるってあんの？いや、一回なったことは、次は、ま、来ないね。同じものは来ない。全く同じは来ないんだ。来ない、はい、ないです。なんだ、歪む。これも、歪むのも多分来ない。歪みは、でも、別の場所。あ、なんだ、いつ。ソファーの顔、ソファーの顔。ああ、確かに。わかりやすい。これ、エキストラオブジェクトかな。なんか変なの増えてる。これわかりやすいね。怖っ。これわかりやすいですね。欲しいな、あれ。欲しいね。これは侵入者ではないので、大丈夫です。はい。侵入しとるけどな。あ、うん、どうした？あれ？なんかあった？あんなとこに本、あれあったか？これはあったよ。なんかもう全部怪しく見えちゃう。そう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 。あ、あったっけってのあるよね、多分ね。そうそうそう。あるある。はい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 。うん、ここはまあ。ここはなさそうですね。多分ない。絶対手前のバケツとか変わると思うんだよな。はい、変わりそうな気がするよね。ね、まあこれも変わってないかな。変わってないですね、多分。ね、はあ、ここも。変わってなさそうだな。でもどっか一個はあるんだよな。多分どっか一個はあるか、うん。まあだから怪しかったら報告しちゃってもいい。さあ、ペナルティは確かなかったような。ここのステージによってはなんだっけな、あのダメなんだけど、ここは大丈夫だったかもしれない。やりたい放題なの。なんかもう全部あれあったっけ、うん、っていう、なっちゃう。これはあったと思うよ多分。疑心暗鬼になっちゃってる。そう、俺なんか全部しょっちゅう思っちゃう。あれやった。これはある、これはある、これがある。多分あるね。これあると思う。多分。ああ、これもあると思う。あると思います。これは。でも今もう2個ぐらいさ、溜まっちゃってるってパターンあるんかな。あるかもしれない。で、1回だけ3個目の時に、あの警告が来る。え？警告。警告が来る。あると思いますね。なんか言ってなかった今。誰やめて、時間差で引っかかる。いい、もういい。君邪魔しないでくれ、たまえ。禁じようとしないで。本当だよ。あれでもマジで見前禁じ入れてないんだから。それよくないから。でも今トリガーは牛だったからね。だからって禁じないで。
あれでもマジでないな。うん、やばいね。あ、ノートパソコンあった？ノートパソコンある。あ、でも気づいた。俺これ分かったわ。あ、上に下？これ逆じゃない？もう全部あった。移動がそれなんだ。それは覚えてない。大きいのとちっちゃいのあったけど。これだって、ちょっと見て。え、すごっ。マジで？こっちが長くない？こっちが長かったと思うよ。入れ替わってんの？なんか大きいのとちっちゃいのあったけど。ほら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 。それ、見えなくては。いや、無理よ。ハンドソープ2個あったっけって思ってた。ハンドソープはあったと思うよ。2個もいるテーブルの上って思っちゃったもん、俺。ああ、そういうのも考え方もあるんだ。まあでも2個はあったね。あったね。すごい今の。今のはなんかね、片方が伸びてんなと思って。あった、全然顔変わんねえじゃん、絵も変わるやつあるんだけどね。確かに。この女性が変わらないわけないのにさ、絶対。ああ、変わらない。変わるか。おわ、女性だ。おわ、右側こっち。はいはいはい。女性の絵がこっちにも来た。うわ、女性だ。もうその右にも変わる。女性の絵の流れで来たから。そうかそうか。え、怖っ。みたいなのに見られてる。見られてるね。全然違う。嫌な絵に変えられるんだね、基本的に。そうなんだ。そうだね。なんか違和感ある絵になるんじゃん。よかった。2箇所出た。そうだね、今3時。結構いい感じかな。なさそうだね。うん。うん、侵入者来ないね、そういえば。確かに見たいな。そうね。侵入者。顔だけ。もあんまないんだな。顔だけしか来てないからな、うん、まだ。そうね、あれはオブジェクトだからね。床もこの絵閉まってたよね、多分ね。もう分かんなくなってきそうだと思う。うん、ね。最初どうだったっけって、まあ、そうそう最初覚えてないね。まあ、でもこれは変わってないよね。変わってないと思う。うん、うん、と思う。あれ床こんなんだっけ。まあこんなんか。そう俺これ多いのよ。わかる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 。あれあったっけ。あやばい。びっくりした。なんだこいつ。怖っ。これ時間内に報告しないとまずいの。サムネじゃん。急げ、飛行機早く早く早く。間違いなしやん。やばいやばい。はい、OK ですね。すげえ。変態ですらなかったな。化け物だと。報告してどうなるんだよ。化け物じゃん。今のはもうカメラ引き寄せられちゃうから、即に報告しないとゲームオーバー。どうしようって違うコマにしてたら。ね、ただのサウナ、サムネ。下手くそだな。今のは、違う、今サウナ行きましたって。いろいろ嘘ついてる。むちゃすぎるだろ。動いた。そいつか、それが動いたのか。はいはいはい。これはムーブメント。あ、でもなんか分かりやすいの、後半来てくれて嬉しいな。そうね、プルプルして。あ、でもいい感じ、3時半、もう3時半だ。で警告来てないから6時までですか。6時までです。これクリアできるんじゃない。結構長いな。でも6時っていやでもクリアできそう。バリバラよ、これいけるよ。4人で見てるからやっぱちょうどね、目も光ってるからちょうどいいと思う、うん、なんか変わってないよね。確かに誰かが気づいたりする。うん、はいはいはい、変わってないかな。変わってないかな。本2冊入ってるみたいな。あ、本見る。いやいや、あのなんか、あ、これね。ダンボールに入ってる本2冊。ああ、そこ見てなかったな。2冊だと思う。うん。元が分かんない。そういうのがなくなる可能性もあんのか。そうで、これとか入れ替わってたりするかもしれないし、さっきみたいなね。そう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 。左が多いっていう。このヘッドホンくんがさ、の向きが変わったとかだったらもう無理よな。これヘッドホンでございます。ああ、ずっと思ってるけど。ああ、さすがにね。それは。あ、いや、なんだ。いや、なんもない。こんなに女の人美しかったっけ。どうした。初めから美しかったわ。ね、ここはまあさっき動いて、ここが開いたりとかすることがあったりとか、瓶が増えたりもあると思うんだけど。さっきここ動いたから違うのかな。違うな。うん、なさそうだね。ここも全然いいからね。あ、ごめんがあるね、確かに。うん。あったね。ハンドソープ2個だし、ノートパソコンあって。ね、2段で。まあ、割と早く報告できてるから、まあまあ。ん？あ、すごい。あ、なんか。あ、ライトが死んでるね。ライトだ。こういうのいいね。あ、これは楽でいい。こういうのわかりやすい。なんかわかりやすいのまとまってきてる気がする。あ、いい感じ。やっぱ後半、なんか前半めちゃくちゃ、
なんか誰か iPhone になってなかったよ。 iPhone になってたよ。 iPhone? うん、ポンって言ってたよね今。 誰だ、どの音？ iPhone のなんかカメラの音が。そう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 。俺 iPhone じゃないからな。あ、あれ俺でもないぞ。俺持ってないよ。いや、怖っ。なんか聞こえたよね、ポコ。聞こえたよ。ゲームの音ってこと？ここか？え、ゲームだから iPhone の音する。聞こえんのか、そんな音。あ、わかんない。なんかでも iPhone っぽい音したよね、今ね。充電。ん？あ、おかしい。これも電気。あ、ここも電気。カチカチって言ってる。あ、なんかおかしいね。4時だ。チコチコしてるよね。なんかしてるよね。ライトか？この変化は、まあ別に、方向きて、あー、一応ライトになるのか。合ってる？うん、合ってるっぽい。うん。合ってるってこと。ダメだった場合、なんか変な、違いまーすって言われる。はいはい。あ、なんかでも結構。ハンドソープ2個で。結構簡単じゃない？ここまで。もう4時だぜ。これって難易度ってさ、一番簡単なステージってことなの？これ。そういうのあんの？あー、わかんない。一番上のステージだってだけで。あるんじゃない？あんのか。もっと難しいステージあるのか。変わってないと思う。4個。あ、でもなんか、タンクもあるし。あるね。大丈夫そう。うわ、いるいるいる。あ、いる。うわいるいる、侵入者です。めちゃくちゃ熱いだろ。めちゃくちゃ熱いだろ、あそこ。こう、一応ホラーでもあるからね。こういうの。あいつは何をしてるんだ、そもそも。何してんだろうね。モノクロな感じ。あー、いるいるやべ、住み始めてる。たまり場じゃん。たまり場じゃんよ、もう。こっち見てねえよ。やめろ。足。カメラに気づいてる。履いてますよ、って。たまり場じゃん。なんで全員服着てねえんだよ。一気に来たな。なんか分かりやすいのどんどん来るな。ね、後半だから一気に来てんのかな。かもしれない。前半難しかったんじゃない？やっぱ難しかったゆっくりだから少ないのかな。そうかもね。うん、いやでも軒並みやれてるからいい感じ。ガンガン報告できてる、ここは。うん、良さそうだね。ここも相変わらず起きねえ。何もな。確かにあんまここ起きてないね。起きてない。うん、一回だけだもんね。よしよしよし。ここも変わってる感じしないな。変わってなさそう。うん、しないわ。多分大丈夫。ここも多分大丈夫だね。うん、2個、うん、うん、あるね、うん、さあ大丈夫か。うん、グラスも2個大丈夫だ、ね、動いてないよね。動いてないよね。うん、はい。まあ今まとめて報告したから、そう、24溜まってないと動いてないよね。もう動いてない。左隅に瓶2個。うん、瓶あったね。ここもあった。いや、変わったゲームだな。そう、なんかね、こう面白い。確かに見たことのないゲームだね、これ。で、間違い探しっていうのがね。まあでも大きな変化起きないね。そうね、割とね、簡単っていうか、分かりやすいのも多かったね、今ね。新入社もまとめてきたし。ここも変わってない気しちゃうな。しちゃうね。2冊。うん、うん、変わってない。あ、書いてる。おーっと、これなんだこれ。分かりやすいね。これなの、どうぞ。何書いてんの？なんて報告すればいいんだこれ。マインド。あ、おっと、やべ、警告ですね、これ。え、あ、何？とりあえずこれ報告して。とりあえずこれは、まあ。そうですね、今3個溜まってるってことですね。マジ？え？うん。あと1時間。嘘だろ。今2個の状態になったけど、危ない。あ、まずい。あと2個どっか。まずいですね。まずいですね。ここはなさそう。ここないと思う。え？ここ変わる？変わってないと思う。え？いやいや。なんか影が濃い。真ん中。影が。あ、本当だ。なんかここだ。あ、これリビング。あ、アビスか？アビスかな？ん？アビス。なんかちょっと前も思ったんだけど。あ、ほら、来る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 。あ、ほんとだ。あ、来る。ずん、どんどん黒くなっていく。オッケーオッケー。あ、ナイス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 。今のいいね。よく見つけた。今のいいね。気づかなかった。今2個消した。あと1個。ここ多分大丈夫。ここもずっと変わってないんだよな。確かに、ここ。ねえ。本箱。次はもう警告来ないので、3個来たらもう。え、マジ？やばいですね。一気にビーッと割る。え、実は変わってるとか。やばい、持たない気がする。あ、実は変わってる可能性もあるかもしれない。いや、変わってんだろうね。さすがにわかるもんな。ね、うん。まあでも今2個潰したから。なんか増えてない？増えてない。すげえ。いいお酒がある。早いね。ね。よし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 。これもう全部あと1時間。いやでもこれはさっきなかった気がするから。そうだね、また別のやつなのかな。増えたまだ1個溜まってんのか。変わってないよね。
配置も変わってないね。ないね。うん、多分ちゃんとハラハラすんな。そう、ね、ドキドキするね、ここね。増えてないし、減ってないし。うん、変わってないね。いきます。ちょっと早めに回ってった方がいいね、はい。椅子もあるし、これも2つあるし。でも変わった。はい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 。はい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 。ここだよね、ずっと変わってないの。変わってないね、全然ないね、ここね。今これだったもんね。これもそうだね。変わってないね。もう変わった後のが馴染んじゃってる可能性もある、ね。そう。確かに ね, ね。そういうのことあるんだよ。ああ、5時になった音か。そうそう。あと1時間。あと1時間。頑張ろう。なんかあんま窓開いたりとかドア開いたりしないな。わかんない。なんかね、ドアもあって、ね、これが動くとかあるんだけど、動いてるかな。最初からこれいっちゃったよね。同じだった。変わってない、ね。同じ絵の中に、同じ画角に2個変わってるってあんの？おっと、あやばい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 。これ怖えな。これはわかりやすいね。なんとホラーゲーム。めっちゃ仲いってるわ。ザコ師匠みたいな顔に見え。2文字の言葉繰り返してる、ほんとだ。オッケーオッケーオッケー。好き好きって言ってたもん。怖っ。変態っぽいな。大丈夫かな、ここもね。はいはいはい。はいはい。はい、今みたいな報告が遅れるとまずいので。はい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 。うんうんうん、よく椅子がなくなってるとか多いんだけど、ないね、今回ね。あと50分だから、これいけるかもね。いけそう、うん。確かに。溜まってなければ。カーテンも変わんない、ここは大丈夫だね。落ちてるもんね。はいはいはい。はい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 。スタンウェブ強制の上で、はい。大丈夫。ああ、いや。はい。みんなも気づくの早いな、割とな。大丈夫です。もう、うん、覚えきてるようになったな、部屋を。服脱がねえな。さすがにね。うん、もうある。うんうんうん。2、2、2、2、3、うん、ワインもある。うん、はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はいはい、おう、はい。ここだ。ここ。ここ、あんま変わってないな。変わってないね。変わってない、ね。変わらずだな。実はゴミ箱、初めからなかったとかない、ない。いや、あっあったと思うけどな。あった、うん、はず、あれあった。いやでも実はこう一番初めに変わってて。ああ、ね、変わってる。はい。あ、本当だ。本当だ。本当だ本当だ。椅子存在感あったもんなこれは。ここにね。脚立の前の椅子。うん。倒れて。でもこういうのを見過ごしたら終わるよな。いやこれ ね違和感で気づかないのよ意外と。なんかあったっけって感じ。焦げてたやつね。うん。これあった。変わらずだもんね。はい、変わらずね。あと40分。このまま行きたい。もう次は警告出ないから。変わってない。なんか、歪んでる。なんか、歪んでんのか、これ。来た。歪みなのか、これ。ディストーションですね。なんか急に今切り替わってたわ。微妙。画質が悪い。でも最初の歪みほど分かりやすくない。まあちょっとね、みんなから見たら、ちょっと歪みが。こういうのもあんのか。はい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 。3、2、2、はい、変わってないね。ここも大丈夫だね。おそらく、この部屋変わらなすぎじゃない？なんかあとここなんかあったっけ。実はもう何か起きてる説。わかった。わかった。え？これないでしょ。あった。なんかかかってた。症状じゃないけど。なんか文字じゃないけど。なんか書類が貼ってあるみたいな。あ、そう、なんか大学卒業証みたいなやつだ。なんかそういうの。あったあった。いつからなくなってた？確かにいつからだろう。確かに。ああ、ほんとだ。なんかあったわ。あったね。いつからだろう。いつからなくなったか分かんない。結構なかったのかな。すごいよく分かったね。よく気づいたね、確かに。いや、なんか、あの、ここ、あれ、タイヤ崩れてたっけ？タイヤ確かに。ほんとだ。崩れたでしょ。これ逆張りやめろ、逆張りやめろよ。勝ち目のない戦いなんでいつもするんだよ、あいつ。今そこでミスんのは。3個積まれてたって。クリアしてからミスろうぜ。積まれてたって。いや、だって、牛の言うとおりだ。線から入ってくる。2文字で終わらすな。いや、大丈夫そう。大丈夫そうだね。さくら。まあでも変態はさっきラッシュがあったけど、6時に行っちゃいそうだけどね、もう終わっちゃいそうだね、これは行けるな。増えてたとしても3つはたまんないだろう。たまんないかな、このペースだったらね。あ、すごい順調、めちゃくちゃ順調。俺らにかかればナイトメアもこんなもんよ。ナイトメアね、そうね、最高難易度ね。あ、全然余裕だわ。サイゼル難しいからね、これ。うん、サイゼルがね、ナイトメアと言われるサイゼルよりもな。サイゼルよりね。さて、一応最後までね、即死があるから。残っててもさ、6時になれば終わりでいいの？
うん、割と大丈夫。あ、なるほど。あ、じゃあ大丈夫か。大丈夫っぽいよね。もうここの画面から動かさないって遊びする？怖わ。怖わ。男気。ないね。ないね。もう大丈夫そうだね。うん、誰か来ねえかな。ああ、いやでも、ね、むしろ来てほしいわ。死者少なかったね。もうちょっといっぱい来てもいいんだけどね。もっといっぱい来ることあるの？ある、うん。まあまあ、3人ぐらいいたけどな、やべえやつ。まあまあ来てたけど。ここにもいたし。連続来てたよね。まあまあ、いないかな。あ、もうあと1分だ。はい。おお、一発クリア。すげえ。やったぜ。いくつぐらいやったかね。簡単でしたね。簡単だったね、もっとでかね。面白い。靴だ。もっとやりたいっすよ。27。あ、本当ですか。じゃあもうステージいきますか。27か。27個。もしかしたらパーフェクトだったかもしれないですね。俺らを。やっぱり。俺らを、やっぱり。じゃあ次は自信あったんだ。カントリーハウス。なんで同じ部屋なんだよ。下手くそのカントリーハウス行きまーす。すぐ気づけよ、同じ部屋だったらね。じゃあ今回は一周だけね、最初のね。はいはい。うん、さっきはね、一周しちゃったから。あ、確かにね。ちょっと、うん、軽く見たもんね。はい、うわー、もうあったよ、あったよ。領収が出てる。あれはもう報告していいでしょ、あれは。報告だよ、あんなの。銃も危ないし。次行ってって言ったら次行くわ。多分12分ぐらいから始まるからね。あ、いや、でもこれ最初が難しいね、覚えんの。本が3冊。正しい場所。絵はもう強制的に頭に入ってきそうだから、ね。化粧品は2個。はい。水筒2本。うん。まあ、次行こうと。はい。椅子はひっくり返ってる。はい。次。で、ステレオがあって、はい、雪降ってるね。シールド開いてる、雪降ってる。はいはい、これも絵どれか変わりそうだな。変わりそうだね。これやばそうだな。真ん中の絵やばくないか。女の子の絵が。どういう、いや、その横よ。これか。鏡みたいな。何があったら買おうと思うんだ。リンリンがいる。ね、シャドウとリンリンがいる。いいかい？はい。はい。一旦ね、見ないと。置くな！うわ、多いもの。うわ、これやばいね。床に置くなよ。これ一個取り除かれてもわかんないって。棚にしまえよ。てか、絵も、絵も多くない？絵も多いね。うわ、ほんとだ。いや、きつ、これ。さっきのとこも4つあったのに、ここも4つあるじゃん。やばい、これむずいぞ、これむずいな。大丈夫か？もう14分だよ。まあ、回していくしかないな、はい、回していこう、はい、回していくしかない、はい、うわ、いや、おい、いい加減にしろよ。いい加減にしろ。この部屋は全員女性ね、絵は。そうだね、そうだね、ほぼ女性、はい、女性、はい、で、石膏像みたいなのも2つ、はい、猫もある、はい、猫もいる、はい、猫もいる、はい、全部1種類の1個ずつね、地球儀猫、はい、じゃあいきますよ、はい、まあ、これこんな難しくなるの。いい加減にしろよ。いや、ちょっと待って、ちょっと、うん、これむずいよ。真ん中はもうわかるとして、あ、もうなんかいるな。ちょっと待って。報告者。ここにゴーストいるね。あ、はいはい、あ、本当だ。なんか本当だ。もう最初だから分かんなかった。そう。あそこもう始まっちゃってるってことか。もう始まっちゃってるね。でもまあ変化はないから大丈夫だね。すごい。うん。バイオの洋館かよ。うん。ねえ。うん、ねえ。ねえ。絶対あのラインの向き変えるもんね。ね。目に何かはめるもんね、赤と青。これね。あれね。宝石ね。あれね。わかんない。もう無視するからね。もう無視するからね。はい、次いきます。はい、次。もう、うわぁ、はい、は。え、ってか、数多いな、部屋の。数多いね。そうね、多いね。確かに。ここでも分かりやすそうなな。雪だるま、斧刺さってて、うん。え、1個前の部屋はなんて部屋なの？ 1 個前は、ライブラリー。ライブラリー。うん。あ、これ、外ね。サイド、うん。庭みたいな。確かに、部屋さっきより多いね。多いかも、うん。難易度高いね、ここは。はい、もう一番初めわかんないもん。で、これで、多分これで一周かな、一周。うん。はあ。うん。じゃあやっていきましょう。今変わっててもわかんないから。まあ、今一個ゴーストを発見したからね。もう次行ってもいいか。はい。はい。そうね。雪降ってる。で、ビッグマム。ああ。いいかな。はい。ああ、外に兵隊いた、外に兵隊ですね。迷ってたね。助かる。どこだっけ、これが、変態が外にいますね。前半はこういうのどんどんやってほしい。これ分かりやすいね。変態なの、こいつは、そもそも。こいつ、幽霊なんだよね。いや、これは、あの、侵入者だよね。変態になる。変態なんだ。これ同時になんか起きてることはない。絶対寒いだろ、外。ああ、同時に起きてることもあるかもしれない。一部屋に？あのピン、あんな離れてたっけ？あんなもんか。
最初だからもう。まあでも報告するだけタダなんだったらしてもいいんじゃない？キッチンね、じゃあ動いてるね。この位置だったって。いやいや、最初だから俺もこの位置だと思う。これは時間無駄、時間無駄じゃないこれ。希望に思っただけなのに。この時間、違いますね。初の失敗出ちゃった。希望に思っただけなのに、やんなくてもよかったのに。いやいやいや。はいはいはい、次行きましょうね。来たね。いや、いいんだよ。どんどん疑問を言ってもらって。はいはいはい。もうこれは。変わってないね、多分ね。そうね。もう、どんどん変わってないね。うん、女の人。はい。あんな靴あった？あったか？あったもんね。あった。うん。あれ、一足。あったね。自信あったりなかったり。厳しくなった牛が俺に。じゃあ、あれは覚えてたよ、俺ちゃんと。さすが。わかりやすいから。ここもまあそんなに変わってない。そうね。わかりやすい変化がないな。ね。てかもう変わっててもわかんないわ。うん。はいはい。これもあるですね。これもあるし、銃もこの形だしね。しかもこの部屋は結構見てるからな。うん。大丈夫か？はい、参ります。靴はあったし。リンリン。絵は変わらん。この三つ上に3つなんかで段ボールがある。段ボールがある。奥に靴がある。そうね、これでも変わってなさそうに見えるけどね。そうね。うん、次行こうか。こうやって何回も見ることで分かってくる。そうね、そうね。初見じゃもう何にも分かんないもん。俺ビーこんな離れてたかな。離れてたかもしれない。確かによく気づいたね。俺もなんかおかしいなと思ったんだ。やっといた方がいいんじゃないの。どうすんの。いや、いや、なんか、本格的にやらそうとするな。流せも。はいはいはい。絵も変わってないのかな。いや、これ気づかない。絵はね、多すぎんだよ。女の人に変わったら終わりだね。でも、別になったら絶対わかるわ。確かにもっと悪魔的な、ね、わかりやすい絵とか。そうそうそう。だったらわかりやすいけど、まあ、あのまま女の人だったらちょっとわかりづらいかもしれない。ここも遠いな。あれ、これなんかあったっけこれ。あったっけ手前に。これ両方ともこう絨毯あったっけ？あ、それは あったか。あれ、わかんない。わかんない。お母さん報告してみたら？あれ、言うだけはただだし。言うだけただなんでしょ。あ、そっか。俺はあったと思うけどね。まあ、俺もあったと思うわ。じゃあ、エキストラオブジェクトで、エキストラオブジェクトでやってみようか。こういうのも時間の無駄になっちゃうよね。ここにも、あ、そうか。そっかそっか。この間にも進んじゃってるよ、他。ああ、やっちまいましたね。余計なことをしちゃってさ、ほらねえじゃんかよ、やっぱり。シャーシャーイシャーねえシャンだろやっぱ4人だと気づくね。いや、まあ、いきますよ。うちなる俺らちゃんとね、分かったもんね。言ってたから。みんな気づいてたもんね。気づかせるっていうね。ね、時間の無駄言ってたじゃん、今。ひでえな。俺だけで気づいたの、今。いや、すごいよ。わかんないもん。そう、なんかおかしいなと思って。他はここないね。覚えてるもんだね。ねえ。覚えてるのがおかしいよな。あれなんか、なんで俺、正解したはずなんだけどな。変態は任せろよ。変態わかりやすいんだよな。俺変態担当な。あと歪み担当な。誰かキッチン担当頼むよ、大丈夫。ここの部屋の絵はもう覚えれない。なんか、なんか、わかりづらいね。全部閉まってほしいもん、もの。何回見てもこんなんだっけって思っちゃう。思っちゃうね。ベンチベンチ、はいはい。ここの絵も変わってないしね。あれ、ここなんかない、あ、いや。いや、ある、合ってる気がする。合ってるか。違うかな。合ってる気がする。変わってないか。そうだけどね。まあまあ、大丈夫なのかな。あれ、あ、うん。あ、見る？いや、うん。下の絨毯、こっちだ。ああ、まあいいか。多分変わってても気づかねえよ。そうね。変わりづらい。ここも、これ、段ボールあったっけ、ここ。あ、これ、段ボールあったっけ、ここ。え？いや、もう分かったかい。これは、それは分からんわ。分かんねえな。はいはい。報告するのはただよ。分からん。エキストラオブジェクト？いや、マジで。うん。同じ場所。いや、これあったのか。あったよ。ありました、そこは。ダンボールは。あ、ほんと？はい。ボロクソだわ、これ。ボロクソだわ、これ言われる。俺の話を聞かないからこうなるんだ。報告する。やってみよう。あんなトンカチあった？真ん中に。あ、これ？あ、これなんか怪しくない？これなかった気がする。なかったような気がする。じゃあ、エキストラオブジェクトだね。外。あるな。すげえ、俺もうこのマップ覚えらんない。ここね。これね。覚えてるもん、トンカチで。あるって？ああ。スッと消えたな。スッと消えたわ。
怖いわ。何も言わねえし、あいつ。この銃と女の子の絵しか覚えてないんだろ、ここね、今日です。覚えてます。いや、この人も覚えてます。すごい、3つ覚えてた。はい、ないね。人に報告させようとする人になっちゃってる。やべ。重要な役割だよ、それは。やってみればまだし、そうね、肩を押すのは大事で、背中をね。背中で。肩を押してもどうしよう。そうかな。はい。あ、ほら、テレビ、なんかテレビついてる。なんかついてるね。テレビ、これか。なんか気持ち悪いテレビついてるんだね。うん。テレビはつくだろうなって気してたな。なるほど。あれ、見つかってる。今あ、3つ溜まってんだ。じゃあ他2つある。え、溜まってんの。あと2個ある。多分変態ないが変態。さっきここ気になってるって言ってなかった。確かに報告だけ。なんかテーブルの上のその地球儀の右のオブジェクトあったっけなって俺思ったんだけど、あー、じゃあエキストラオブジェクト。でもわかんない、もうそんなに覚えてねえから。あの丸開いてるやつ。そうそうそう、あったっけ。あれやるだけやろう。あったと思う。なんかあった気がするけどな。じゃああるわ。じゃああるわ。あー、あるね。じゃああるわ。お前どんまい。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 やまびこ帰ってきた。やばい、あと2どっかにある。せめて激よ。俺も来てんのか。まず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 やばいぞ、やばいぞ。いや、わからん。変わってないと思う。あんな左上に巻きあった。あんな巻き。巻きはあったと思った。あんな奥見てない。今の扉って開いてた。一個前の時はあったけど、その前はわかんないわ。扉は一個前の時は開いてた。扉は開いてたと思う。やばいな、やばいな、まだ。あんな写真あった。あの右の、あのさ、これこれこれ。それもう覚えてねえわ。あったと思うよ。ちょっとやるだけやってみてもらっていい？分かった。エキストラオブジェクトね。一周前はあった、少なくとも。最初はわかんないな。おお、違います。どまい、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 悪くないよ。これ違う、これ A 違う、多分 A 違う。あ、右の絵。まあ、本当だ。悪魔的な絵になってる。人間の融合みたいな絵だったもんね。ボタン間違えちゃった。ニャグニャグニャンっていう。そう。うん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 。リビング。どまい、どまい。はいはいはい。早い早い。早い。ミスる前提になってる。早いのよ。あ、素晴らしい。早いな、気づくの。これは気づいたね。もっと、もっとやばい絵じゃないと気づけないな。おお、ここは何もない。本物だ。これは本物だ。本物ですね。いい位置になんかね。これは本物だね。これいますね。瓶がある。ね、瓶ビールじゃない。チンビールだよ。おい。誰に多いものを表すで、ここも続けるの。数増えるから。まあ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 、警告出ちゃったけど、まあ、一応、いくつか勝利。結構でも重ねて答えたからね。そう、もう最初が分かんねえよ。この辺のもの増えてたとしても分かんないね、もうね。確かに、左奥のカンカンみたいなやつあったな。さっき1個増えたから。うん、まあ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 、うん、変わらんかな。銃の向きも変わってないし、本も変わってないよね、多分ね。変わってないよね。うん、これも1枚だし、2個2個だよね。あったんだもんね。ここは違う、変わってない。変わってない。なんか喋ってる。聞こえる。あ、ラジオついてんじゃない？あ、ラジオなのか。これラジオなのか。金庫みたいなやつかと思った。これか。なんか。うん、音が聞こえるもんね。こういうのを頼むわ。これは楽でいいな。ね、全部これで頼むよ。ラジオ。よし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 。10時5分って言ってたな。え、ずれてんじゃん。これ椅子この向きだった？あ、この向きか。この向きですね。椅子多分。椅子とか結構絵は食べ物増えてそうな気がするな。絵は合ってると思う。ここはちょっとごめん、わかんない。俺覚えてないわ。覚えてないわ。ここはとりあえずロールの上にリンゴみたいなハマってるのは覚えてる。これね、これ一番初めの覚えた。絵も変わってないし、人も増えてない。この部屋確かにあんま変わってない。変わってないね。この部屋覚えてきたかな。後ろのカーペット、これだからずれたような気がしない。でも、ああ、でも普通は違うか。ああ、これはあったし、これもあったし、これもあった、これもあった。いや、もう初期の頃に起きた変化わかんない。確かに絵も覚えちゃったもんね。もうそれがもう正常になってるもん、多分。そうね。なんか暗いな。アビスだな。お、すげえ。確かに月がない。これ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 。
おーすげえ。なんか黒いの伸びてるね、後ろ。伸びてるね。ああ、確かに伸び込まれてってる。これが全部いっちゃうとゲームオーバーだから。すごい。よかったよかった。安心だわ、今のもうずっと。危なかったな。すげえ。一撃しないやつか。写真本銃。はい。ここもあんま変わらないね。銃の向きも変わってないよね。向きも変わってないよね。うんうん、これだと思う。うん、クって覚えてるから。はい、あ、なるほど。クだね、確かにね。クで変わってないから。変わってない。うん。段ボールも。これ椅子の向きこれ合ってる？確かに揃ってたっけ？椅子確かに。なんか変じゃない？抵抗なことに違和感はあるけど。なんかこれ変じゃないだってこれ。え、もともとどんな角度にあったの？わかんないけど、やってみる。もうちょっと内側に動いた、ね。ほら！あ、すげえ！あの字だったんだ。これは気づけない。これ危なかった。多分ずっと気づけなかったかも。もしかしたら。しばらく結構前からだったのかな。うん。なんか、こんなこっち向いてたっけと思って。いや、きちぃ。ね、やばいよ、ね。これ、きちぃ。きちぃ。あ、左の上本当だ、可愛くなってる。こっちの方がいいよ。三沢先生ですね。ちょっとだけ変わったなぁ。ちょっとだね、顔がちょっと可愛く俺こっちの方がいいけどな、直さないでほしいわ。直さないよ、これ。直さないでほしい、修復された絵こんな感じだったじゃん、可愛く。確かに、ね。昔にね。ああ、なるほど。いやぁ、ダメだ。やだ。これやだわ、これ。何見とんねんって思うもん。ええ、こっち見てんだよ、なんか。いい感じだね、これ。え、もう気づけたね。いや。三時。三時。二。三。いや、三時だっつってんじゃん。怒られてるよ。普通に怒られてた。普通に怒られてた。ここもなんか増えてるのは気づかないかも。もう、でもなんか、増えたとしたら気づかねえよ。あったはあったような気はするな。ね、増えた後も正常になってるかも。ねえ。まあちょっと侵入者も怖いから回していこうか。うん、そうだね。うん。こんな歴史変わってくれねえかな。変わってくんないね。ねえ。わかりやすいの濃いよ。あ、待って、なくなってるよ、花瓶が。おーおー、これね。本当だ、おー、やる。すげえ。これはすごいわ。やっとだ。早い、今のは。うん。確かにこれなんかあったね、これね。花瓶か。花瓶があった、白い花瓶が。おー。おー、やるね。これ気づけなかった。はい。うん。よし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 。次は？なんか、物、ちょっとくらい増えてそうな気がしちゃうよな。なんかね、そっと置かれててもわかんないから。わかんないね。報告するだけしようって多分一人だったらやってるな、俺。そうね。わかんねえけど、とりあえずみたいな。あ、なんといいかこんなもんだと思うね、確かにね。回してこう。絵は変わってないし、絵はね、他の。こんなんだよな、こんな感じだよな。テーブルの上が意外と変わらないのよな。そう、猫ずっとこうだもんね、こう2つあるもんね。うん、変わりそうなのにね、そこが。なんか変わりそう。うん。うん、ここも、ここなんか何でも。一回だけだったよね。失礼、マジで。本が超似てる。左の本一冊抜けてるとかだったらどうしよう。それはわかんねえな、さすがにな。一冊変わってずれてるっていう。ああ。あれ！吐くのが2個ある。本当だ、チカチカしてる。じゃあ、これどうする？同じ場所2個だ。俺もこっちの方がいいな。こっちがいいね。こっちがいい。このままにしてほしいわ。めっちゃこっち向いてるな。あ、あとね。こっち見ててほしかったな。ちょっとね。ムーブメントか。確かに動いてんだろうね。ああ、マークしてキスまっすぐ斜めじゃなくてまっすぐになってるもんね。うん。で、ああ、これが光。まあ、光ね。で、これは何に当たるんだ？オブジェクトムーブメント。斜めからまっすぐになったと。そう、首が動いてるってことなのかもしれない。はいはい。いいけどな、これ。うん、これよかったね。今、でも2個。ああ、だいぶ違う。センスゼロ。センスゼロです。気になったわ。まあでも2箇所潰せたのが良かったな。はいはい。変わってないよな。はい。3時半まで耐えてます。大丈夫です。これも変わらないよね。いけちゃうんだろうな、結局。ね。でも次は警告出ないから、マジで。ああ、なんか増えてるよ。ん？あ、ほんとだ、パイナップルある！パイナップルが。これはすぐ気づけた。お、早い。気づくの早いよね。早いね。いや、明らかにそこに何もなかったのにね。急に。すごい。いや、そこ裏だからそんなパッパ気づかないわ。パイナップル OK。他は大丈夫そうだね。はい。ペンパイナップルだったわ。ペンパイナップル。ここも。
あれ俺が悪いの？あれ、あ、まあ、大丈夫か。進めて進めて。あ、はいはいはい。ああ、溶けて溶けて溶けてってる。これは歪みかな、ね、歪みかな。これ歪みなんだ。歪みかな。ゲル状本棚くんがいる。かわいい。床と一体化しよう。エモ強くないこれ。本当だ。え、何あれ、あ、何の絵になってんの。なんか絵が怖い。本当だ。子供じゃん。これも違うよ。わーいって。うわえ、ここでも2箇所あったな。結構いっぱい溜まっちゃってるの大丈夫かも、ね、何の絵に変わってんだ。絵は分かりやすい。絵が色が反転したのかもしれない、ね、元の絵は覚えてなかったな、うん、なんか明らかな絵がおかしかったからね、うん、でもね、うん、変な絵って感じだったもん、ね、うん、そう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 、違和感ある絵なんで、あ、なさそう、なんか一気に来るな。 あんまり客来ないね。客ないないね。1回だけ来て。いないね、ここなかなか変わらんな。変わんないね。ね、何にも変わってないと思う。最初に見た部屋だから、ここはちょっと誰か気づきそうだけどね。そうね。何もなかったと思うけど、ないと思うよ。ビッグマン、カイドウに変わったりせんかな。はい、待ってんだな。ねえ、ないね。減ってないよね。うん。うん、これも。ベンチから変わってないな。変わってない、変わってない、変わってない。はい。え、おっと、なんかこれは何に当たるの？なんだろう、カメラが壊れてるのか。今ちょっと一回どうしたあいつ、ね、なんかブルってね、え、なんだ、歪みなのかな、膨張しようとしてるあいつが。で、何を指摘していいのか、そう、分かんないからね、うん、あ、じゃあこれ歪みじゃないんだ、歪みかな。ギャラリー5時になった。報告が分かんないものがあるんだよ、確かに。うん、英語だし、これは歪みだし。オッケーオッケーオッケー。よかった。他にはまあ、なさそう。大丈夫かな。はい。このライオンなんかしでかしてきそうな気がするんだよ。ライオンね、わかりやすいパターンかもね。ね、こいつやってほしいわ。そいつがやるときはわかりやすいだろうな。ね、めっちゃ近くにいるとかね。ああ、目の前ね。やってほしいな。いいね、いいね。変態も少ないね、今回な。確かに。2回だけだった。ああ、そうだね。裸だもん、あいつらな。なさそう。何も変わってない。変わってないと。ここ変わらんな。ここ何にも、もしかしてなんかやってんのかな、実は。ああ、気づいてないだけ。柄が違うとか、ね。そう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 。わかんない。わかんない。もう今更もう無理だわ。あるもんね。これもあるもんね。これもあるし。変わってない。変わってない。変わってないね。外にも変態もいない。いない。うん、ない。誰もいない。いない。いない。ないかな。え、もう違う？え、もう一緒。ああ、大丈夫だね。あ、オッケー。これも大丈夫だね。はい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 はいはい。テーブルの机の上は何も変わってない。多分変わって、全然変わってない、ここ。全然変わらない。変わらないね。変わる時もあるはずなんだけど、変わってない。いや、床こんなんだっけ？床こんなんだっけって言う。こんなんだったよね。分かんなくなっちゃう。分かんなくなっちゃうね。まあまあ。はあ、これも多分一緒だったな。ライオンしない、なんか動かないね。なんかやれよ、ライオン。本当だよ。なんか一発でやってみろよ。ね、縦髪全剃りしてこいよ。あ、いいな、面白い。ね、変わらないな。変わらなくなったな。うん。全然変わらなくなったな。増えてるとか。そこの絵はなんかやれよ。ね、本当だよ。やっぱ、真っ先に見ちゃうんだからさ、こっちも。ええ、ね、こっちも、そっちもフリーをしてるみたいな状態だからね、それは。ね。うん。やるぞ、やるぞって。そうだよ。やらんのね。いや、これ静けさが怖えな、逆に。なんか、急に終わる可能性でしょ？そう、ビーって終わる、急に。ああ、もう変わっ、ん？あ、椅子の、あ、ほんとだ。こっち見てる。ガイツさんが先に指摘してたやつだ。そう、だから、向き。ガイツさん、向き得意だね。向き得意だね、確かにね。なんか、椅子がさ、よく動く気がするんだよ。あ、そうなんだ。うん、なんか椅子って、はいはい、ありがちなパターン。ありがち、そう。オッケー、オッケー、1個 OK だね。ここは大丈夫そう。椅子は分かった？もう画面に違和感がないものはきついな。この辺は多分全然違和感ない、ね。何も変わんないな。なんか座ってたりとかありそうだけどね、変態が。あ、変態がありそうだね。あ、そこはもうそいつ用でしょう。そいつ。ライオンも動かないよ。いかにしろよ、お前。待ってんだぞ。めっちゃ笑うとかしろよ、お前。顔がね、これ。ヘラヘラしろよ、お前。そういうの待ってんだから。来ないね。次までにやっとくように。ね、こいつを見習えよ。どうして こっちにしたからな。やった上でこの格好に戻ったんだよ。なんならこいつもう一回やるかもしんないからな。もう一回見るかもね、こっちもね。あ、ダメだ。ええ
マジ終わったの？え、教えて、何が変わってたのか、せめて教えて。わかんない。教えてくれないんですよ。うわぁ教えろよ。じゃあ、やっていいだろう。もしかしたら、今のはちょっと、なんだろう、溜まって終わりなのか、そのアビスとかディストーションに気づかないか、侵入者が。そうかも、ちょっとわかんなかったね、今ね。うわー悔しい。でもちょっともう時間的に今日は厳しいんで。いやなんかちっちゃい変化が溜まってたんじゃないの。溜まってたな。序盤のやつがずっと一個残っててみたいな。そうそうそう。ああそうそう最初からね。変化後が普通になっちゃうやつ、ね。今何個か分かんないの難しいね。分かんない。そう警告が来ちゃうのは一回だけなんで、それ以降は分からないので。残念ながらあと1時間半ぐらい足りなかったですね。あーじゃあ面白いな。面白いね。また ねやりますか。リベンジとかね次回でも。確かに。はい、ね、ということで、まあ、とりあえずクリアってことでいい。そうだね。そうですね。とりあえずクリアってことで。クリアだよな。クリア。はい、クリアしましたってね。ありがとうございます。お疲れ様でした。完全クリア。はい。